前は留守番だ、ミュウ。はぁ、なんでよ。危ないからに決まってるだろ。私たちは心配しないくせに、ミュウちゃんにはほんと過保護なんだから。ちょっと待ちたまえ。やっぱり敵の本拠地に乗り込むなんて認められない。危険ではないか。あー、出た出た、また始まったよ。我々がいるのだから多少の危険は問題ないと思うかな。うん、タクマは僕が守るぞ。ま、それなりに修羅場はくぐってるしね、私たちって。それにこんだけ数がいるんだぜ、余裕だっつの。確かにフローラモンたちがいれば平気かも。こいつらの力があればちょっとやそっとのことくらい問題ねえだろう。それは君たちの獣が強いからそう言えるんだろう。とにかく反対だ。わざわざ危険に飛び込むことはない。他の方法を探すべきだ。いや、今はこれが最善だ。敵の本拠地に乗り込んで手っ取り早く情報を聞き出すべきだ。なあタクマ、これまとまらねえんじゃね。お前の意見言ってみてくれよ。確かに修二さんや咲の言う通り、危ないことは避けるに越したことはないよ。そうだその通り。おいおい、そんな弱腰でいいのかよ。みんなのことは僕らが守るよ。アグモンたちのことを信じてないわけじゃないんだ。身の安全は大事ってことだよ。ただ問題はその安全な方法が思いつかないことかな。修二さんは何かいい案はありますか。それは今はないけど。あんだけ大口叩いといてそれかよ。カイト君、それは言い過ぎです。こうなるとこの世界を知るためには結局敵の本拠地に行くことになるんだけど。君たちはそうやって僕の意見を無視して。僕の獣が弱いからか、僕が戦えないから。僕は常に正しく強くあり、みんなを導いていかなければならないのに。修二大丈夫？とにかく僕たちには敵がいて戦わないとならない。そのために協力しないとならないんだ。僕たちが無事に帰るためにも。帰れる可能性はあるんだもんな。わけわかんないまま生贄にされるなんて絶対に嫌だもんね。僕はもう一度校舎内を探しに行く。みんなも何か対策しておくように。待ってよ。何も見つからなかったって話だったじゃん。そういう言い方は良くないぞ。修二は立派に務めを果たしている。修二さんは頑張ってるわ。私なんかよりよっぽど。葵はちゃんとやってるわ、自信を持って。ありがとう。ねえタクマ、僕たちはどうする？物を探すのも大切だけど、みんなに話を聞いて状況をまとめたいんだ。アグモンは自由にしてていいよ。